宝治は、青春の竜王の二番目の記載。美貌によって王を惑わせ、青春を破滅に導いた、亡国の美女として有名。四季、本義に記された彼女の物語は、以下のようなものである。夏の時代、宮中の庭に、神竜が出現した。夏の帝は竜に、おもらい、箱に収めた。やがて夏王朝は滅び、この箱は、陰王朝に伝わる。 さらに、陰が滅び、箱は、衆の王家に伝わったが、その数百年の間に、一度も開けられることがなかった。衆の霊王の世になり、この箱を開いたところ、中から泡が発して、庭中に溢れ出した。やがて泡は一尾のトカゲとなり、高級に入り、七歳の道場にあった。やがて時代の戦王の時代、この道場が15歳になった時、男もなく一人の女児を産んだ。 人は、恐れ、この子を捨てた。その頃、交換に、小エビラ、自暴襲国という動揺が流行った。戦後が調査させると確かに山側の弓との矢筒を、売っている夫婦がいたので、捕らえて、殺そうとした。この夫婦は逃亡したが、途中で道端で泣いている捨て子を見つけ、哀れに思って拾い上げ、共に報告に逃げた。その後、法の者に、罪があり、育った。 この捨て子の少女を宮中に差し出して許しを乞った。そこでこの報告から来た少女を法事と呼んだのである。竜王三年、王は高級で法事を見て愛するようになり、やがてこの白服が生まれた。周の大使白美は奏れり、周は滅びんと言った。法事は笑ったことがなかった。竜王はなんとか彼女を笑わせようと手を尽くした。ある日、 呂王は放火を上げさせ、太鼓を打ち鳴らした。諸将は、早速駆けつけたが、来てみると何事もない。右往左往する諸将を見た宝寺は、その時初めて晴れやかに笑った。喜んだ呂王は、その後たびたび放火を上げさせたので、次第に諸将は、放火の合図を信用しなくなった。また王は、年身の一父を登用して、政治を任せたので、 人民は苦戦に苦しみ、王を恨むようになった。王はとうとう当時の王公だったサルコーと大使ヨウスを廃止、法治を王公にして、白服を大使にした。怒ったサルコーの父のサルコーは反乱して、万族の拳銃の軍勢と連合して、王を攻めた。王は放火を上げさせたが、応じて集まる兵はなかった。反乱軍は、リザンで王を殺し、王治を捕らえ、 州の財宝をことごとく略奪して去った。この乱で、青州は滅びたのである。法珠をはじめ、陰の脱起夏王朝の末期、春秋時代の暮れ、五子の生死など、古代中国史には美貌によって、王君を破滅させ、国を滅亡に追い込む魔性の女性がしばしば現れる。後、漢女から国が傾く原因になるほどの美女を、警告形成と呼ぶようになった。 後に、慶成は、江戸時代の日本で、おいらんの別称になった。法治の出自に関する記録はきっかいで、神話的な上、年代を計算すると50歳を過ぎてから、王の長を得たことになり、史実性が怪しい。法治の実態が曖昧なことから、後世に、数多くの伝説が生まれた。平家物語では、法治は、夜間という魔獣の化身であったという。 玉も前の伝説では法事は玉も前の前歴の一つとして挙げられている。ありがとうございます。